州備長炭は白炭といいまして、とてもねあの火力が強いんですよ。魚とか焼いても外はカリッとして中はほんまにジューシーみたいな感じで、ガスやとか他のんで全然違いますね。岡崎光雄といいます。職業は備長炭を作っています。馬部菓子っていう硬い木を使うんですけども、だいたい30年、25年から30年ぐらいの木が一番ベストですけどね。山の崖っぷちの肥料のない、水も少ない、そういう険しいところで時間をかけて大きくなった馬部はいい炭できますわ。木の加工、金剛白絵って言うんですけど、自然のものなので結構曲がってるんですよね。狭い釜の中にたくさん入れるために切り込みを入れて、なるべくまっすぐにしたり準備をして入れるようにしてますね。でそこで釜焚きをだいたい8日間か9日間ぐらいやったらね、あの中の木がもう完全に乾燥しきって、今度はもう自分で炭化していくんですよ。そしたらね、だいたい4日間ぐらいずっとバーッと白い煙で燃えるんですわ。で燃えてその白い煙が完全になくなったら備長炭の出来上がりです。嵐作業といって入り口を少しずつ開けていくんですけど、一気に入り口を開けるとバラバラになるんで、だいたい10時頃からやっていって、出し始めが深夜の2時3時頃から出し始めですよね。結構もうその作業が暑いし、でもう体も疲れてくるしね、眠いし、結構大変です。こういったものはね、もう機械ではどうしてもできないんで、どうしても人間の熟練した技、勘にしか頼ることできないですよね。もう師匠から習ったことを見て真似て、その繰り返しでないと、もうあらゆる五感を使って、失敗もしますけどね、そのために学習して、頭に叩き込んでいって、でこれを後世に伝える、後世がもっともっといいものを作ってもらうような、そんな願いで受け継ぎますよね。僕らはよく釜出しの前夜は一夜を釜で過ごすんですけども、待ち時間って結構多いんですよ。でその時にウイスキーをいただくのいいんじゃないかな。ウイスキーのイメージとしてはね、時間を楽しむ、ゆっくりした時間を楽しむ。備長炭の成り行きというかね、あと50年100年先はどうなってるんだろうみたいな感じの思いを馳せながら夜過ごしますけどね。大変なんですけどね、山仕事も危険だし、かなり夏場は暑いんですけど、でもその分いい炭ができればね、光沢のある断面、綺麗な金属音がしたり、ひびがなく綺麗な炭が出来上がったら、今までの苦労がね報われたような感じで最高な気分ですよね。やっぱり今僕らが仕事できるのは、先代さんが大切に大切に山を作ってくれて、育ててきた木を僕らが今切れる。で今度は逆に、今度は僕らがね大切に山を大切にして木を育てて、何年か先の若人たちがこの木を使って備長炭を焼いてくれる、それが楽しみというか願いですよね。